わわわ。トゥトゥトゥ。あ、ほんとだ、すごい。あ、間違ったと思ったら。あ、出られない。うわー、ごめん、助けてください。俺はやめてください。逃げろ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 。あ、上が来た、上が来た。あ、上が来た。あ、助けてください。あ、お願いします、お願いします。お願いします、すいません。すいません。すいません。頑張れ。あ、逃げろ。あらでででチーンだね、ここで。チーン。結構トラップを出しますね、これは。うん。いいね、いいね。ごちそうさまでします。まあ、あれですよね。アイテムを置いていけるっちゃいけますよね。うんうん。いいね。お、さすが。ゴツゴツ感が出てる。お、すげえ。こんなもんだな。最近知ったことだ。お、ここがちょっとあれかな。よし、行こうか。やりすぎ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 。じゃここの間ですね。どうしようか。ちょっと僕はちょっと展示品作ってますね。はい。ちょっとクォーツ置こうかな。クォーツ置いて。で、真ん中にちょっとガラス置いちゃうっていう。ステンドグラスの薄灰色あたりかな。はい。こんな感じ。ほうほう。うん。ニュー。ハロー。あ、ここ、こうして。じ、これない？じ。この方がおしゃれに見えた。おー、確かに。確かにね、こっちの方がいいか。光が差し込む感じがいいね、やっぱ。うん。うん、これがいいね。これにしよう。うん、灰色です。薄灰色かな。ほうほう。うん。薄灰色。見にくいやつだ。そうそうそう。で、あとちょっと明かりつけよう。お得意の明かりを。明かり。うん。入り口、このドアかな。入り口のドアは黒かしかな。うん、奥すぎる。ほい、こうか。ああ、いいね。黒かしの方がいいかな。うん、多分いいでしょう。いいですね。で、入って、あ、クリーパーがかわいい。わあ、わあ、声が、声がする。え、ガチャン。もし燃えるんか。ああ、燃える。上の天井変えましょうか。あ、でもなぁ。場所を変えたらいいかもしれないですね。ピープルメイキングザファンワールド9。あら、燃えちゃった。燃えちゃったね。わ、燃えてる。どっか二重になってるとこあるよ、確か。で、そこはクリーパーか。ハーフブロックだからか。そうそうそう、ハーフブロックだからちょっと光が入るか。あ、ここ明かりいらないな、それだったら。ライトいらねえな、これでいこうかな。あ、でも夜になったらダメか。やっぱライト入れるか。ゾンビめっちゃ狙ってるね。ゾンビが村人を狙っている。おお、楓丸村人。ダメだぞー、ダメだぞー。カー君惜しくないよ、雪だるまだから。惜しくないよ、カー君は。あ、一応従業員入れとかないとね。従業員。あ、いるね、従業員。あの、監視用に。おぉ、あ、これ倒しちゃうかな、ゾンビとか。どうだろう、倒さないよね。見えてないかな。見えてないんじゃないかな。見えてないっぽい。じゃあ、一体でいいか。あと他に、他は下にも展示用。あと観葉植物が、あと、そうかな、観葉植物か。あったらいいかな。シン、シン、クソ。ここはなんか、レジとかになりそうですよね。うん、レジ、レジとか。受付かな？受付か。うん。受付。
フルパー受付。あ、もうここでいいんじゃないですか。ここで。うお、降りてきちゃった。え、ゴーレムが降りてきちゃった。あ、ゴーレムか。ゴーレム、エレベーターで止まることできない。すごい力。どうした。あ、ゴーレムが回ってるよ。はい、登れ登れ、話しよう。話しをしろ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。クリーパーはどこですか。クリーパーはどこですか。クリーパーは2階です。クリーパー。は、入れねー。こちらからですよ。こちらからですよ。あ、あれやん。こっちですか。こちらですよ。クリーパー。クリーパー。どうした？どうしたお前？どんなに出たいのか。こっち見てどうした？あ、あっちあっち行け、あっち。そっちじゃない。そっちじゃない。こっち。こっち。そう。めっちゃね。こっち来るんじゃね。こっち来るんじゃね。あっち行きなさい。何？クリーパーだ。サンタクリーパーだ。ピープルメイキングザファンワールドナイン。サンタクリーパー。バカンス。ドカン。うわ。下にも展示品作ります？そうですね。展示品というか、まあ、絵を飾ったらいいかと。あ、一応一つだけまだねやってないものがあるんですよ。おお、じゃあ。じゃあ絵描くだけっていうか結構やってないんですけど、一応博物館だけど美術館でもあるって感じで。よし、あー、いいね、でっかい来ましたよ。シクシクさんだ。怖。できてるかな。お、あー、いいね。3対3の合コンですか。そこにある人が、ある人じゃねえ、あるものが参戦するんです。あるものが参戦。なんだなんだ。コウモリ。3対3対3の合コンが今始まる。ここは、あれ、あ、1個空いてるね。これ開いてるのかな。開いてないです。開いてないか。びっくりした。あー、びっくりした。えい。板ガラス入れちゃってる。あ、いいんじゃないですか。先導で OK？ OK です、多分。マジで普通に板ガラスの方が良かったんじゃないかな。適当に置いちゃったけど、はい、あー、出ちゃった、ごめん、出ちゃった。あー、出ちゃった。コウモリ出た。しまった。コウモリ、コウモリ出ちゃった。コウモリ帰れ。コウモリ、お前はもう、タフしかない。カック、ごめんよ。帰れ、帰れ、帰れ、帰れ。帰れ。帰れ。これ何色なのかよくわかんない。どこ行く、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 どこ行く。よし。どうした。え、入れときましたので。合コン状態。合コンですね。PMF ワールドナイン。オス、メス、オカマの合コンです。そうですね、そうですね、オカマ。あ、そうだ、はいはいはい、1階にも行きましょうよ。警備員を、警備員作りますんで、ちゃんと。よし、警備員、1階にもね、警備員を敷かないと。はいはい、オッケー。生まれた警備員。あれ、出ようとしてる。でも出れない、大丈夫です。警備員だからね、ちゃんと。完成かな。完成ですね。よっしゃ。すげえ、もう。完成しましたね、今日。今日はサクサクでしたね。よっしゃ。じゃあ、見学しましょう。では、見て回りましょうか。
はい。はい。はい、まずはこちら、看板です。見てください、この看板。カー君が作ってくれました。おー。あ、今思いついた。うん、何？よくできてる。おー、すごい。なるほど、看板つけて、矢印つけると。あ、すごいすごい。下はいらないよな。下はいらないと思うけど。行き先だから。うん。戻れって言ってる。そう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 。それはいらないかなって。で、続いて、こちら。完成しました、ホテル。イェーイ。イェーイ。4階ですよ。ロイヤルスイートルーム。さあ、こちらに行きます。おお。どこだどこだ、もう一個上か。うわこれですね。うわ豪華、もう眩しい眩しい眩しすぎる、これうわ眩しい。まずはこちらのシアタールームでみんな家族団らんでいましょうね。あ、何が映ってる、何が映ってる。いや今隊長のポピー失踪事件かな。ああ、あの伝説の事件か。そうですね、まだ、あの、犯人が分かんないそうですね。あの、かなちくんさんが作ってる、あれかなと思ったけど。あれでもないか。ははポーピー。いや、あれ、あれも今、今、パネル変えたら。あ、変えたらあるんだ。かなちくんさんの物語がね、今、上映中でございます。で、ここに観葉植物があって、あ、カーペットも敷いてくれたんだ。はい。おぉ。いつの間に。そしてテーブルと、そしてこちらはもう飲み放題ビールサーバー。おーイエーイ、乾杯。よし、乾杯、飲もうぜ飲もうぜ。乾杯。お、飲んでる飲んでる。おい、ちょっと臭いぞ臭いぞ。ちょっと言い過ぎじゃないか。あ、ちょっと俺も欲しいな。ちょっと俺も飲もう。なんだそれは。それは何だ。対価のポーション。あ、対価か。ちょっと夜にしますね。そしてね、ちょっと置いといて。あー、美味しいっすね。うわー、うまい、うまい。美味しい。うわー、あー。なんか眠くなってきたー。うわー、眠くなってきたー。できた。まだ夜か。まだ寝るぞ。寝るぞ。うわ、朝だ。朝だ。まだ飲むぞ。飲むぞ。俺は力のポーションじゃ。赤いぜ赤いぜ。わ。僕のポーションだ。よし、風呂入ろう。よし、風呂入るぞ。すごい、トイレ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 。あ、ピー入る、ピー入る、ピー入るよ、ちゃんと。大丈夫。あ、僕、こっち屋って、カボチャは屋上のトイレじゃないですか。やだよ、屋上のトイレ。なんであそこで。よし、じゃあ、服に着替えて。いや、違うわ。よし。着替えてー。着替えて。よし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 。はい、着替えた。よし、風呂だー。やっほー、まずシャワー浴びるぞ。イエーイ。うわー、気持ちいい。あー、あー気持ちいい。早く変われよー。はいはい。はい。お風呂に入るぞー。イエーイ。気持ちいい。長め。泳ぐぞー。いい眺めだ。高い。高いね。高いな。眺めもいいね。いいね。ああ。よし、トップラ見たぞ。そろそろ、ね、着替えますね。着替えよう。よいしょ。あったまった。よし。ああ。あったまった。着替えてる。ちゃんと着替えてる。ちゃんと着替えてるやん。じゃあまあ皆さんお風呂に入った後といえばこれですよ。飲みましょうよ。また飲むの？ありがとう。
どこだ？ここに牛乳。牛乳どこだ？俺持てねえよ牛乳が。あ、持てた持てた。全然ないよ。あ、すっかり目が覚めましたね。覚めましたね。顔洗って。あ、変わらないと。鏡でイケメンかどうか見て。よし、オッケー、イケメン。今日もイケメンだ。また夜が来るという。よし、この特大ベッドで。真っ黒でーす。いや、暑いなです。これはもう誰か一人あっちになっちゃいますね。真っ黒投げじゃ、イエーイ。枕投げじゃー枕投げじゃー枕投げじゃー枕投げだー枕投げじゃー枕投げじゃー枕投げじゃーよしじゃあ枕もやったしじゃあチェックアウトして博物館でも見に行きましょうよそうですねちょっとじゃあ荷物準備して最後にそうですねへいへい荷物どこだ？どこいたっけ？あ、この中ですね。あ、ここか。よし。何もねえじゃねえか。いや、あります。あ、なななななな？お？どこだ？なんだ？どこにあるんだ？わあ。ちょっと。いや、これはもう全く帰りませんないと。これはそうですよ。この地元で有名のお土産ですよ。おお、これか。イエーイ。イエイイエーイ。マスコットキャラクターがいるんですね。あ、あれやね。これ見てくださいよ。チェストの中、クリーパーの顔の形になってる。お？ほんとだ。おお、なってる。クリーパーだ。クリーパーじゃん。ほんとだ。じゃあ行こうか。さあ、これが博物館です。おお、広い、でかい。家みたい。イエーイ家です。イエーイさあ、チェックアウト完了。チェックアウト完了です。これが、あ、すごい。警備員が迎えてきました。邪魔です。500円です。500円もねえわ。高いっすね。負けてください、ちょっと。10円で。じゃあねえな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、チケットね。はい、チケット。ありがとうございます。枕投げだ。まだ枕投げするか。このテンションおかしくないですか。ちょっとつけてもらったんで行くか。ほらここじゃね。エスカレーター。お、エスカレーターどうぞそちらでございます。案内します。さあこちらにエスカレーターありまして上に登りましょう。10キロでございます。ビーン。これいなくなってる。あれいなくなってる。あれあれあれ、そうね、お前そんなに寝たいのか。お前はそんなに寝たいのか。そんなに離れちゃったかな。おかしいね。デスポンしちゃった。あ、夜になってデスポンした。まあね、話つけてなかったからかな。なのかな。ピースにしないよね。ピースにはしないよね。イージーだよね。あれま。まあまあ、まあ、直しておけば。うん、そうですね。はい。でも、シュクシュクさんがいるんだよね。でも、シュクシュクさんいますよ、ちゃんと。楽しかったです。この人たちは名札つけたんで、コウモリはいなくなっていくよね。コウモリ。なんでだ。名札つけましょうね、後で。ね。よし。そうですね。あ、面白い。こんな感じです。横はこんな感じです。はい。天井がね、ちゃんとこうやって、ぐにゃぐにゃぐにゃっと。イルルさんのかっこいいやり方でやってます。はい。ということで以上です。はい。はい、ということで今回はこちらの博物館とトランプタワーの4階を作りました。豪華になりましたね、カー君。あ、いなくなっちゃった。カー君。おお、誕生してきた。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。以上で、終了いたします。カークいなくなったけどご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。マクロ投げ、バイバイ。バイバイ。お酒美味しかった。美味しかったね。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方は僕をクリックするとチャンネル登録画面へ行きます。
そして魚をクリックすると再生リストに行きます。スマートフォン、タブレット端末の方はこの画像を参考にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ドライドさんはツイッターもやっておられますのでフォローぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画もよろしくお願いいたします。バイバイ。